も島田紳助さんとセックスしなければ島田紳助さんの番組に出れないよと言ってるのは、僕当時 NHK の大河ドラマにも出たことがある女性と不倫関係にありました。嫁とも離婚したいなとも思ってたぐらい好きだった女性なんですが、その人がまさに枕営業したんです。最近やったらホリプロの人が来て山下 CP のところにいろんなものを置いていったり、そういえばこの間山下さん細川なんとかっていう綺麗な女優さんと飯食ってきたとか言ってて、ああこれホリプロの肉体接待かお金にやられたなと思ったんです。ホリプロのそういうお金と女性の接待付けにされた山下さんが大林素子さんを、つまりテレビに出してやるということでお金と女性の体をゲットすることができる。それぐらいテレビというのはもう汚い汚い世界です。私は NHK というテレビ局にいました。19年3ヶ月そこで働いていました。芸能界の枕営業というか、芸能人がテレビに出るために体を提供するっていう話は、もう何度も聞いています。どうしてそんなことが起こるかっていうと、テレビっていうのは有限の電波ですと僕言ってますよね。テレビというのに出演するとものすごい利益が転がり込んできます。例えば島田紳助さんは僕基本的には大好きな人です。ただ島田紳助さんに対しても疑いを持って今見てます。ああこの人が芸能界を辞めて今平凡に暮らしてるっていうことはすごく納得できるし、もう島田紳助さん自身が浮気のことについてずっと行列のできるホールショーで喋ってるでしょ。あれもう浮気レースが行きますシュッポシュッポとかやってるぐらい、本人も奥さんがやるのに浮気しまくってたことについてはそれもう認めてるわけですから、そういう状態で彼のテレビ、島田紳助さんのテレビに出演をするであるとか、彼のテレビで紹介する、例えば滋賀県のあれたくあんのパンかな、それを紹介しただけで売り上げがもう何倍にもなったとか、もういろんな食べ物紹介してましたよ、スタジオに。法律番組ですよ、グルメ番組じゃないですよ、やってるわけですよね。でもその島田紳助さんの番組で人を紹介したり物を紹介するとうわーんって利益が出るっていうことで、皆さん分かってる通りですよね。これ本来ここのお店のご飯が美味しいとかっていうのは本来やっちゃいけないんですよ。それはなぜかというと公共の電波を使って他のお店の妨害するんです。ここのラーメンはうまいって平気でやってますけど、実はここのラーメンがうまいということはその周りのラーメン屋さんからのお客が減るから、本来公共の電波を使ってやるべきものなのかっていうと甚だ疑問なんですが、いずれにしても島田紳助さんがいろいろな番組権限持ってました。出演者のことについて彼がこいつはもう呼ぶなと言えば、いわゆるひな壇ゲストですよね、ゲストとしてその番組に出れない。だからマリエさんが島田紳助さんに枕営業、いわゆる俺とセックスさせろと言った可能性っていうのはこれ極めて高い。その出川さんがなんか島田紳助さんとエッチしないよマリエちゃん、気持ちがいい世界があるよみたいなことを言ったとマリエちゃんは言ってるわけですよね。マリエさんはいや直ちに否定しないと、あそもそも島田紳助さんとセックスしなければ島田紳助さんの番組に出れないよと言ってるのはマリエさんの所属してる事務所ですから、ある意味一番悪いのはマリエさんの事務所かも。これ大問題でしょ。だってその恋愛のないセックスを求めてそれを横でやりなよとかって言ってた人ですよ。俺法律上何ら問題ないと、ちなみに。でも宮迫さんがテレビ界から完全に抹殺されてることをと考えたら、出川さんのやったことって相当やばいですよね、事実ならばですけどね。でもだから宮迫さんは自分がブラックな反社会の人と付き合ってるっていうことを隠してた程度で、それも付き合ってるって言っても営業に行った程度ですよ。50万か100万もらったのその程度ですよ。 NHK は反社会勢力を使って集金させてるんですよ、テレビ局のトップである NHK は。それ問題になってないんですよ。だからとにかくテレビっていうのは金と女、金と女性の体によって出演者を決めている。だって紅白歌合戦の出場歌手なんてなんで NHK のスタッフが決めるんですか。国民に選んでもらえばいいんでしょ。プロ野球のオールスターファン投票があるでしょ。 NHK の紅白歌合戦、国民から誰にどの歌手に出てほしいかをアンケートに取ってその上位を出演させたらいいんでしょ。どうして NHK のチーフプロデューサーなり部長が決めるんですか。朝のドラマ、朝ドラ、あのヒロイン全部 NHK の人間が決めてるでしょ。つまりテレビに出してやるということでお金と女性の体をゲットすることができる。
それぐらいテレビというのはもう汚い世界です。具体的に誰がどういうことをしたっていうのはやっぱちょっと女性に問題が出るので、まああえてそこには突っ込みませんが、僕がまあ経験をした一番の、まあ自分のネタを言うのが一番わかりやすいと思うんで、僕当時まあ NHK にも NHK の大河ドラマにも出たことがある女性と不倫関係にありました。まあその女性と最終的にはまあその女性が最終的な理由で離婚に至ったんで、これは元奥さんもその女性のことは知ってます。その僕が交際したまあ嫁とも離婚したいなとも思ってたぐらい好きだった女性なんですが、その人がまあ女優さんでまさに枕営業したんです。でまあある映画に出演が決まって、僕ともちょっとセリフ合わせとかで一緒に芝居の稽古をしてたんですが、まあ、台本を見るとこれこの子が取ってくる役かっていうのがすごく頭をよぎったんですよ。で、まあ、恐る恐るその子に聞いたんですよね。これ体使ったに違うかって言ったらその子は、まあ、素直にそれは認める。それはもう衝撃でしたよ僕。もう今でこそもう時が経って、あれ2005年ですから16年前のことですけども、まあ覚えてますよ。体をね、いわゆる枕営業した男性のこととか、まあ当時の僕はまだ若かったんで、いろいろとこう、やきもちを焼いたりというか、まあまあそれが理由で結局別れたんですけど、まあそういうことがあると、もう当時本当僕は若かったんで、別れたんですけども、でもその男のね、一物がどうだったかとか、そういう話までしてしまったわけですよね。で、女性からしても、僕からしたらそんな男とって思うし、でも女性からしてももう仕方ないんですよ。仕事を取るためには芸能界ってそういう世界なんですよ。立花さんも知ってるでしょって言われたら、まあもう否定しようがない。もうその子も当時24歳で、まあもう女優としてはもうそこがもう限界なんだと、もうここで私は仕事を取らないとっていうところで、まあ実際にそういう枕営業をしているっていう、まあ被害者っていうのも変だけども、もうそういうことを経験しているので、この芸能界っていうとかそういうところなんですね。他にもちょっと事例を挙げると、僕中田久美さんと電子メールを最初にしたのは実は中田久美さんなんです。 NHK のスポーツ時代に。で、中田久美さんはオリンピックに3回も行っている天才少女です。セッターですからトスを上げる人なんで解説も上手なんです。NHK の V リーグ中継、いわゆるバレーボール中継の解説をしたいと申し出てくれていて、中田久美さんを使うという話になってたんです。ほぼほぼ。ところが、左のエースの大林素子さん、お笑いが好きだ。彼女は、ホリプロに所属していて、中田久美さんは小さい、ブルーミングだったかな、小さい事務所だったんですよ。で、V リーグの解説者を選ぶ時の会議の時に、当然中田久美さんが選ばれると思ってたんですが、大林素子さんにするって言い出したんですよ。山下さんっていうチーフプロデューサー CP で、と思って、あんなに久美さんと仲良く、僕も何度かお酒飲みに行ったことあるんですけど、やってたのに、ところがよくよく思い出したら、最近やったらホリプロの人が来て山下 CP のところにいろんなものを置いていったり、そういえばこの間山下 CP が細川なんとかっていう綺麗な女優さんと飯食ってきたとか言ってて、ああこれホリプロの肉体接待かお金にやられたなと思ったんです。だからホリプロのそういうお金と女性の接待付けにされた山下さんが大林素子さんを解説に使ったんじゃないかなって僕今もそう思ってます。だから中田久美さんはそのことについて僕に結構苦情を入れてきて、もうなんで素子なんですかっていう、もう、まあ、二人仲悪いですよ。久美さんと素子さんめっちゃ仲悪くて、でもういや僕はもうどう考えても当然中田久美さんで決まりだと思ってたんですけど、山下さんがなんか裏切ったんですかね。でも確かにホリプロの人しょっちゅう出入りしてましたっていう話をしたことがあるんですが、まあこのように誰を出演させるかっていうのによっては金と女性の体が動く世界、それがテレビなんですよ。テレビっていうのはろくでもないんです。 NHK よ、ベッカは。皆さんご一緒に、ベッカ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 。